三峯神社、埼玉県の、ね、秩父にある、秩父三社の一つです。秩父神社、仏山神社、そして三峯神社ですね。はい、あります。で、この鳥居がこう珍しいところで、ね、三つ鳥居っていうんですかね、これで狼を、まあ、守護神として狛犬の代わりに、狼がねあちこちにこう飾ってあります。これ随神門っていうのは神社の外側にある門のことを言って、まあ寺院でいうところの二王門に該当するってことですね。これ三峯神社はね、白い木守り、それがね1日の日にねこうもらえるっていうのがあったんですよ。でそれでもらいに初めて行ったっていうのがいつだったのかな、何年だかちょっと忘れたけど、まあその時はね結構ね朝一行って、まあ、早めに着くなーなんて言って行ったんですけども、まあ、近くね10キロ手前ぐらいから渋滞が始まり、実際もらえたのは夕方、それがねまあ最初のあれですよ、三峯神社の、出会いですけども、その後ねそれを経験してね、じゃあ前乗りして前の日から行こうと、まあちょっと夜10時ぐらい出てね、夜中ぐらいにねこう着いたら大丈夫じゃないかなって言ったんですけどね、その時もねいや、坂の下でね、上にね、駐車場まで行けなかったんですね。で、朝迎えてもその状態で大渋滞。まあ、みんな考えることは一緒ですね。その時もね、結局ね、やっぱり夕方ぐらいまでね、かかりましたね。今はね、その城のね、木守りはね、亡くなってないのか、泊まった人しかもらえないのかな、ここにね宿舎があってね、宿にあって、そこに泊まった人だけがもらえるというね、まあそういう、まあそういう方がいいですね。はい、まあ三峯神社皆さん行ってみたらどうでしょう。まあこれもともとね、その白い木守りはね、浅田真央ちゃんがテレビでね、こう効果がありますよと、効能があります、それを言ってからがね、ダーッとね人がね来るようになったということでした。はい。